ープン戦が始まろうとしています。ここ京セラドーム大阪、プロ野球ファンの皆さんこんばんは。バファローズ対ジャイアンツの試合を解説に栗山英樹さん、そしてもうお一方大塚浩二さん、実況担当は私節丸雄一でお伝えしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まもなく試合開始です。バッターを思考停止に追い込む超速投法デイビー、よみがえる選ばれし打の天才谷義智、攻撃に入ります。ジャイアンツ今日トップバッターを務めます谷、これはライトへ、よく追いついた。まずは先頭バッターを打ち取りました。強烈な打球をライトに運ぶ右打ちマイスター新岡智弘。さあ第1球、外のストレート、この球には手を出しません。ワンストライクノーボール。さあ2球目、これはヒットになります。疾風怒涛のフルスイング、小笠原道博。初球何で入ってくるでしょうか。痛烈な当たり、二塁はセーフ、2者連続ヒットになりました。勝利を決める弾丸ライナーを打ち込め、不動の4番一寸よく、際どいコース、初球は外してきました。第2球チェンジアップ、これは見逃し、ワンワン。チェンジアップ、これはうまく減らされてしまいました。ツーワン、1回の表ツーストライクワンボール、0対0。マイバッティング、一二塁間へのゴロ、あー抜けた。さあこれで満塁になりました。スピードとパワーを合わせ持つ右の大砲、チームの起爆剤となるホリンズ。先制のランナーが塁に出ています。当然ものにしたいチャンスですよね。狙い球を絞って確実に行きたいですね。マイバッティング、早くも先制。ホリンズ、ここでタイムリーヒットを放ちました。高めのボールに牙を剥く野球の天才高橋由伸。この状況ではコントロールの悪い球種はやはり投げにくいでしょうか。キャッチャーはものすごく気を使うところですね。最終的にバッテリーがどう判断するのか気になりますよね。続けていい当たり、ジャイアンツ追加点を入れました。高橋選手よく合わせていきましたね。タイミングも驚くほど高く合ってましたよね。これは文句ないんじゃないですか。複数ポジションも難なくこなす万能プレイヤーゴンザレス。すでに2点差ですが、このまま波に乗っていくことができるのでしょうか。このリードで余裕が出てくると思うんですけど、それが心の隙にならないといいですよね。丁寧にいってほしいと思います。三塁ランナースタート、ジャイアンツさらに差を広げました。ジャイアンツ追加点です。さあどうするバファローズ。あっと先ほどのプレーでどこか痛めたのでしょうか。あっと立ち上がります、プレー続行。鋭利な打球でフィールドを切り裂く阿部慎之助。さあ初球真ん中低め、これは見ました。まずはストライクが一つ、
さあ2球目、これは抜けていきます、ホームへ、シングルヒット、積極果敢な若手の一番星、伸びのある打球が見ものだ、矢野健二、これはショートへのゴロ、そして送球は1回の表を終了して、コリンズタイムリーヒットで先制に成功しました。まずは先制パンチといったところですね。流れは掴んだと思うんで、ミスだけちょっと気をつけてプレーしてほしいですね。9回1の超絶カーブが襲いかかるパウエル、積極性が新庄のリードオフマン、村松有人、攻撃に入ります。バファローズトップバッターは村松、これはピッチャー危ない、先頭バッターが塁に出ました。常に全力プレーが持ち味のハッスルプレーヤー平野圭一、自慢のカーブをどう配球してくるか気になりますよね、うん、やっぱりそこがポイントになってくるんでしょうね。ピッチャー一番得意なボールですからね。この球には手を出しません。まずはストライクが一つ、一塁ランナー大きくリードを取ります。低め落ちる球、バッターよく選んでいます。ワンストライクワンボール、1回の裏3点差、カウントワンエンドワン、マウンド上迎えるのは先発のパウエル、ストレート外れています、カウントワンツー、ランナー一塁、村松ノーアウト、内角へのストレート、この球も見ました。これはまずいことになってきました。外角見逃してストライク、ツースリー追い込んでいます。勝負、ランナーを警戒します。さあ勝負球、これは打球は一二塁間へ、シングルヒット、直球にはめっぽう強いぞ、考える強打者ナロッカ。さあ第1球、真ん中高め、この球には手を出しません。まずはストライクが一つ、さあ2球目、うまく当てた、レフトはどうか、伸びる伸びる、入った、スリーランホームラン、ラロッカストライクゾーンギリギリへのピッチングでした。しかし狙っていたかのようなバッティング、見事なホームランです。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。これで同点、試合が振り出しに戻りました。ガツンと一発見せてくれ、なにわの番長清原和博、外角低め、この球には手を出しません。ピッチャー持ってる球種が多いですからね、なんで来るか気になりますよね。アウトコース、これは大きく外れています。1回の裏ワンワン、現在同点です。これもうまく当てた、マウンド上迎えるのは先発のパウエル、低めストレート、これは外れてボール、ノーアウト、変化球で仕留めました。この男の打ち上げ花火が試合を決める北川博俊、自慢のカーブをどう配球してくるか気になりますよね、うん、やっぱりそこがポイントになってくるんでしょうね。ピッチャー一番得意なボールですからね。
1回の裏ストライクを1つ取っています。点差はありません。低め外れています。打席には今日5番に入っている北川。低めストレート、これは大きく外れています。ワンアウトランナーなし。ショートへのゴロ、一塁へ、これはアウト。さあ、ツーアウトになりました。世界大会での経験も豊富、負けられない試合で進化を発揮するチャド・アレン。さあ、1球目投げた、ピッチャー危ない、あー抜けた。思い切りの良さと勝負強さでチャンスをものにする大西弘明。1回の裏、点差はありません。低めいっぱい、これも見逃し、バットを振ってきません。バッターボックスは大西。ここはきっちりと抑えました。1回を終了してラロッカ、この人の一打で同点に追いついています。がっちり食らいついてきてますよね。早い回とは思えない熱い展開で正直ちょっと驚いてます。先頭バッター谷、アウトコース、まずは1球ストライクを取ってきました。ワンナッシング。内角低め、大きく外れてボール。カウントワンエンドワン。低め、これも大きく外れてボール。バッティングカウント、ピッチャーはレイビー。インコース、この球には手を出しません。バッターはカニ。痛烈な当たり、打球はショートへ、これはアウト。ワンダウンです。ワンアウトランナーはありません。バッターは2番三岡、最初の打席ヒットを放っています。インコースギリギリいっぱい、これは逃がした。さあ第2球、低めギリギリいっぱい、いいですね。今のコースなら簡単には打たれないと思いますよ。さあこの1球、一塁は早くも2アウトになりました。2アウトランナーなし。バッターボックスは3番小笠原、最初の打席ヒットを放っています。外れています。ノーバン。さあ2球目投げた、いい当たり、ライトはどうか、これで3アウト。2回の表、この回のジャイアンツ3人で攻撃を終わっています。いいですね、この回は完璧と言っていいと思いますよ。長打力も兼ね備えている司令塔日高武史、打席に入ります。日高、インコースへの変化球、ピッチャーまずはストライクを1つ取りました。2球目投げた、際どいところ、これも見逃しました。2球でバッターを追い込んだ。3球目投げた、打った、一塁へのゴロ、先頭バッターが塁に出ました。つなぎは任せろ、阿部正弘。追いつけません。
シングルヒット。さあランナーを置いて迎えるのは1番村松。低めいっぱい、これは見逃し、ストライクを1つ取っています。2球目、真ん中低め、これは外れてボール。3球目、変化球高め、これには対応できません。点差はありません。2-1、平凡の当たり、一、二塁間へのゴロ、二塁はセーフ。さあこれで満塁になりました。ノーアウトフルベース。打席には2番平野、最初の打席ヒットを放っています。この球には手を出しません。さあ第2球打ち上げました。打球が外野に上がりました。ランナーこの位置からなら間に合うか。三塁ランナースタート、ボールは返ってこない。ここでリードしました。当たりは悪くなかったんです。これは一応守備範囲でしたね。でもこれで1点入るのは大きいですよ。バットを構えます。3番ラロッカ。1球目高めいっぱい、これは逃がした。ワンストライク。2球目低めストレート、これは外れてボール。さあ3球目、真ん中低め、この球には手を出しません。早くも追い込んでいます。2回の裏2-1、1点差。痛烈の当たり、サードへのゴロ。これで流れを切りましたね。チェンジで流れをつかめたんじゃないですか。同点で迎えた2回の裏、バファローズこの回同点から一歩リードしています。さあ余裕をもらったデイビー、これでピッチングがどう変わるか。先頭バッターイースンヨ、4番からの好打順です。ワンバウンドヒット、イースンヨ、これで2打数の2安打。さあランナーを置いて迎えるのは5番コリンズ。低め変化球、見逃してストライク。スタート、ヒットエンドラン。さあゲッツーコース、2者連続ヒットになりました。さあノーアウトランナー二塁一塁、打席には高橋、最初の打席タイムリーヒットを放っています。打った、二塁送球、一塁セーフ、ランナー一塁三塁に変わっています。ワンアウト、塁上にはランナーが2人、バットを構えます。7番ゴンザレス、最初の打席レフトへの犠牲フライを放っています。これは大きく外れています。2球目、これはさあゲッツーコース、まず2塁、そしてランナーを一人残し無得点に終わっています。つながりが悪いですよね。ちょっともったいないと思いますよ。ここでリリーフ投入です。故障知らずのイブシギン、前田幸永。さあ1球目、内角へのストレート、初球は外してきました。3回の裏、ストレート、この球には手を出しません。集中力を高めます。今日4番に入っている清原、これは外れてボール。ランナーなし。4球目、アウトコースへのまっすぐ、これは逃がした。2ストライク2ボール。
キャッチャーどうリードするか。阿部アウトコース低め大きく外れてボール。さあ 2-3 になりました。6球目投げた、打った、スタンドに入ります。さあ7球目高く上がって、これもファールボールです。さあ打席には清原、最初の打席三振に倒れています。さあランナーを置いて迎えるのは5番北川。低め見逃してストライク。ストレート、これも見逃しました。どんどんストライクを取りに来ます。さあ第3球右に切れてファールボール。3回の裏1点差2ストライク、打ってきますですがこれもファールボール。マウンド上迎えるのは前田。試合の流れをつかむのが非常にうまいピッチャーです。このイニングの重要性は十分に分かっているでしょう。打った、ワンダウンです。ワンアウトランナー一塁、バッターは6番アレン。最初の打席ヒットを放っています。これは外れてボール、ノーワン。さあ2球目低めいっぱい、これは見逃し、ワンストライクワンボール。3回の裏低め、おっと振ってしまいました。ランナー一塁清原、打ち上げた、これはアウト。さあ2アウトになりました。2アウト、ランナー1塁、バットを構えます。7番大西、最初の打席三振に倒れています。これはボールとはっきり分かる球です。さあ2球目、打った、これは切れています。3球目低めストレート、これは外れてボール。3回の裏1点差、外寄りの落ちる球見逃してストライク。バットを構えます大西、ランナー一塁清原、引っ掛けた一塁へ、これはアウト。3回の裏、この回のバファローズランナーを1人残し無得点に終わっています。つながりが悪いですよね。ちょっともったいないと思いますよ。デイビー4回のマウンドに向かっています。今のはカーブですか、スライダーじゃないですかね。さあ2球目投げた、外寄りの落ちる球外れています。カウント1。第3球投げた、真ん中低めいっぱい、見逃してストライク。2ストライク1ボール。ジャイアンツここまで8安打。チェンジアップわずかに外れてボール。バッターは今日8番に入っている阿部。大きく切れていきます。マウンド上迎えるのはデイビー。今日はまだ奪三振がありません。打った、打球はセカンドへ、一塁はここでワンアウト。ワンアウトランナーなし、バットを構えます。9番矢野、高く上がった打球ライトへ、これはファールになります。さあ2球目投げた、打球は二遊間へ、あーっと止めた、初球よく間に合った、これも抑えてツーダウンになりました。バットを構えます。トップに帰って単に今日はヒットがありません。高めわずかに外れてボール。さあこのイニング3人できっちり抑えたいところですが、リズムって結構大切な要素ですから、ここで消えるかどうかっていうのは意外と大事なんですよね。しっかり打ち取って攻撃に移りたいですね。4回の表を終了してデイビー、この回見事なピッチングで三者凡退、相手打線を退けています。調子良さそうですよね。
この後はこのペースでどこまでいけるかだと思います。せっかくなんで最後までお期待して見ていきたいと思います。先頭バッター日高、外角低め、空振りストライク。真ん中低めいっぱい、見逃してストライク。ピッチャー有利なカウント。当たりは今一つ、セカンドへのゴロ。そして一塁は先頭バッター塁に出ることができません。バッターボックスは9番阿部、最初の打席ヒットを放っています。三遊間うまくさばいて、これはアウト。バファローズこのイニングはいい形が作れません。ツーアウトランナーなし、打席には1番村松。高めいっぱい、この球には手を出しません。ワンストライク。第2球、高く上がった打球、これは内野フライ、掴んでスリーアウト。4回を終了して前田、この回見事なピッチングで三者凡退、相手打線を退けています。調子良さそうですよね。この後はこのペースでどこまでいけるかだと思います。せっかくなんで最後までお期待して見ていきたいと思います。ジャイアンツ、この回の攻撃は2番からの好打順です。バッターボックスに入ります。二岡、外の変化球、初球は外してきました。ノーストライクワンボール。高め、これは見ました。ワンストライクワンボール。3球目投げた、アウトコースへのまっすぐ外れています。カウントワンツー。5回の表、1点差、ワンストライクツーボール。高め、これは外れてボール。集中力を高めます。今日2番に入っている新岡、今のはカーブですか、スライダーが指にかかったんですかね。ランナーなし、ノーアウト。追い込んではいたんですが、なんとももったいない結果になりました。さあ、ランナーを置いて迎えるのは3番小笠原、左バッターボックスに入ります。大きく外れてボール。第2球、低めギリギリいっぱい、これは逃がした。ワンストライクワンボール、1点差。うまく捉えた、抜けた。小笠原、これで3打数の2安打。さあ、塁上のランナーを返せば一気に逆転というこの場面、期待に応えることができるでしょうか。打席に入ります。一寸よく、さあ2球目、チェンジアップ、これも外れてボール。デイビー、ボールが先行しています。打球はライトへ入った、特大ホームラン。素晴らしいホームランを放ち、大きなアーチをかけました。今、ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいますジャイアンツ。これで逆転、試合が分からなくなりました。ここで降板となりました今日の先発デイビー。苦しいピッチングでしたね。本人が一番悔しいんじゃないですか。ストレートとスライダーのキレで打者をねじ伏せる鉄腕セットアッパー菊池原剛。見逃してストライク、ワンストライク。当たりは今一つ、レフトへ。
これはアウト。まだワンアウト。油断はできません。ワンアウトランナーはありません。バッターボックスは6番高橋。今のはカーブですか、スライダーじゃないですかね。大きく外れてボール。さあ2球目インコース、この球も見ました。さあ3球目真ん中低めいっぱい、これは見ました。ジャイアンツここまでリードしています。2点差。打ち上げました。これはアウト。これも打ち取った。さあ2アウト、ランナーはありません。バッターはゴンザレス。レフト交代、これで3アウト。5回の表を終了してジャイアンツここへ来て一歩リード、2点差として試合を進めます。点差そのものよりも中盤で流れを持ってきてるっていうのが大きいですよね。 3,4 点分ぐらいに考えてもいいくらいだと思いますよ。打席には平野、2番からの高打順です。アウトコースギリギリいっぱい、いいですね。今のコースなら簡単には打たれないと思いますよ。高く上がった打球、これはアウト。ここでワンアウト。集中力を高めます。3番ダロッカ、先ほどの打席ダブルプレーに倒れています。見逃してストライク。内角低め、この球にも手を出しません。5回の裏ストレート外れています。バッターボックスには今日3番に入っているラロッカ、外れています。 2-2 ワンアウト。当たりは今一つ、セカンドへのゴロ、これはアウト。早くも2アウトになりました。さあ2アウト、ランナーなし。バッターボックスには清原、低めギリギリいっぱい、見逃してストライク。さあこのイニング3人できっちり抑えたいところですが、リズムって結構大切な要素ですから、ここで切れるかどうかっていうのは意外と大事なんですよね。しっかり打ち取って攻撃に移りたいですね。見逃してストライク。2-1 2点差。アウトコース寄りの落ちる球、バッターよく選んでいます。カウント2エンド2アウト、ランナーはありません。マイバッティング、ショートへのゴロ、一塁送球、これはアウト。5回の裏、この回のバファローズ3人で攻撃を終わっています。いいですね、この回は完璧と言っていいと思いますよ。バッターボックスに入ります。阿部、真ん中高めいっぱい、見逃してストライク。ワンストライク。第2球投げた、アウトコースへのまっすぐ、わずかに外れてボール。カウントワンエンドワン。さあ第3球、真ん中低め、これは大きく外れています。ジャイアンツすでに2桁安打を記録しています。バットがよく振れてますよね。それがちゃんと結果にもつながってますよ。ランナーなし。これは打球はライトへ。阿部これで3打数の2安打。さあランナーを置いて迎えるのは9番矢野、右のバッターボックスに入ります。これは見ました。際どいところ、わずかに外れてボール。6回の表2点差。ランバウンドヒット、2者連続ヒットになりました。このチャンスにバッターボックス谷、落下点に入ります。ワンダウンです。まだチャンスは続いています。
ランナーを返すことができるか。バッター三岡、これはヒットになった。三塁でストップ、ランナー一塁三塁に変わっています。ここでクリーンナップに打順が回ります。バッター小笠原、ライトはどうか、入りました。スリーランホームラン。小笠原選手、この当たりはさすがですね。迷いなくしっかりとスイングしてきました。いい形で打てたんじゃないですか。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。ジャイアンツ、ここでダメ押し点を入れました。ここでピッチャー交代のようです。一回り持てないんじゃちょっと苦しいですね。交代はしょうがないと思いますよ。キレのあるストレートとスライダーで打者を翻弄、山本翔吾。今のはカーブですか。スライダーじゃないですかね。すでに両チームの間には大差がついています。逆転はちょっと厳しいかもしれませんが、どうでしょうか。インコース、これも見逃し、バットを振ってきません。ピッチャー有利なカウント、5点差。うまく当てた、ライトへ、これで3アウト。6回の表を終了してジャイアンツ、この中盤で大量点差をつけています。全く手を緩める気配がないですね。何点あっても邪魔になりませんから、この調子でどんどん攻めてほしいですね。6回の裏、ジャイアンツ大量リードしています。先頭バッター北川、5番からの打順です。初球は外してきました。さあ2球目、これは切れています。低め、これは見ました。2ワン。6回の裏、5点差。うまく捉えた、打球はレフトへ、これはアウト。ここでワンアウト。さあワンアウト、ランナーなし、バットを構えます。アレン、外角、見逃してストライク。ストライクを一つ取っています。低め、これは見逃し、ツーストライク、ノーボール。さあ第3球、これは二遊間へのゴロ。一塁は、これはアウト。前田、安定感抜群のマウンドです。ツーアウト、ランナーなし、集中力を高めます。7番大西、今日はヒットがありません。これは見逃し。2球目、投げた、インコース高め、これは大きく外れています。ワンワン、ワンワン、5点差。これはファールになります。マウンド上、前田、まだ疲れは見えません。打った、あー、いい当たりでしたが真正面。6回を終了して前田、この回見事なピッチングで三者凡退、相手打線を退けています。調子良さそうですよね。この後はこのペースでどこまでいけるかだと思います。せっかくなんで最後までお期待して見ていきたいと思います。7回の表、ジャイアンツ大量リードしています。先頭バッター、コリンズ、5番からの打順です。低め、これは外れてボール。2球目、投げた、うまく捉えた、ショートへのゴロ。打球はショートを抜けた。コリンズ、これで4打数の3安打。さあランナーを置いて迎えるのは6番高橋。当たりは今一つ。さあゲッツーコース、一塁へ、ランナーなしに変わっています。積極性は変えたいんですけどね、今回はうまくやられましたね。集中力を高めます。7番ゴンザレス、先ほどの打席レフトへのフライに終わっています。
これは大きく切れていきます。外角低め外れています。際どいところ、この球も見ました。ワンストライク、ツーボール。これは打球は左中間へ、レフト中手に入っています。7回の表を終了して9対4、バファローズこの時点で大きく差を広げられています。迎えるラッキーセブン、ここからの巻き返しはあるんでしょうか。ここで降板となりました。前田、ここまででしょうね。本人もゲームに貢献できた実感はあるんじゃないでしょうかね。発球の現実師、久保優也、当たりは今一つ、打球はライトへ、これはアウト。久保、安定感抜群のマウンドです。選手交代が今審判に告げられました。ミート、パンチ力とも20丸、野球センスの塊、後藤光隆。ああ、これは痛そうです。さあ第2球投げた、内角、これは大きく外れています。7回の裏、外のストレート、これも大きく外れてボール。ランナーはありません。ワンアウト。低めいっぱい、見逃してストライク、ツーストライク、ツーボール。マウンド上迎えるのは今日3番手の久保。高く上がった打球、簡単にツーアウト。さあツーアウトになりました。さあバットを構えます、村松。先ほどの打席、内野フライに倒れています。まっすぐ、見逃してストライク。さあ2球目、インコースへの変化球、外れています。ワンワン。これで4打数の2安打。さあランナーを置いて迎えるのは2番平野、左バッターボックスに入ります。今のはフォークですか。多分フォークだと思うんですけどね。現在点差は大きく開いてますけど、このまま終わる気がしないんですが、いかがでしょう。そうですね、ここのところ1回に 7,8 点平均に入りますからね。決まったっていうのはちょっと早すぎるかもしれませんね。7回の裏、この回のバファローズランナーを出しましたが無得点に終わっています。第2球、外角、これは逃がした。3球目、投げた、打球はライトへ、ファールボールです。8回の表、5点差、2ストライク、ノーボール。これもファールボールです。ランナーなし。痛烈な当たり、しかしこれもファールボール。6球目、
投げた、低め一球間を置きます。この後のバッターは矢野、谷と続いていきます。うまいバッティング、仕留めました。さあ打席には矢野、真ん中低め、この球には手を出しません。さあ2球目、投げた、低め、これも見逃し、バットを振ってきません。3球目、最後は内角ストレート。バッターボックスには1番谷、今日はヒットがありません。低めストレート、外れています。2球目、投げた、真ん中への変化球、見逃しでストライク、カウントワンエンドワン。さあ第3球、投げた、低め、大きく外れてボール。8回の表、5点差、ワンストライク、ツーボール。インコース、これは外れてボール。マウンド上、迎えるのは今日3番手の山本。低め、見逃してストライク。バッターボックスには今日1番に入っている谷。うまく捉えた、打球はショートへ、これはアウト。8回の表、この回のジャイアンツ3人で攻撃を終わっています。いいですね、この回は完璧と言っていいと思いますよ。8回の裏、ジャイアンツ大量リードしています。内角、初球は外してきました。現在点差は大きく開いてますけど、このまま終わる気がしないんですが、いかがでしょう。確かに最近の野球って流れが変わるとその後の展開が早いんですよね。一つのミスがその流れを作ってしまうことがあるんで、油断はできませんよね。アウトコース低め、これは外れてボール。カウントワンツー。8回の裏、5点差、バッティングカウント。低め、この球には手を出しません。ツーツー。なんとしてもここは塁に出たいバファローズ。低め、バッターよく選んでいます。さあ 2-3 になりました。ピッチャーは久保。マイバッティング。さあ7球目、マイバッティング。打球はサードへ、一塁送球。まずは先頭バッターを打ち取りました。さあバッターボックスには清原、今日はヒットがありません。低め、空振りストライク。まずはストライクが一つ。現在点差は大きく開いてますけど、このまま終わる気がしないんですが、いかがでしょう。そうですね、ここのところ1回に 7-8 点平均に入りますからね。決まったっていうのはちょっと早すぎるかもしれませんね。当たりは一つ。アウトコース寄りの落ちる球、大きく外れてボール。カウント2エンド1。さあ4球目、最後は内角の変化球。さあバッターは北川。さあ第1球、まっすぐ、わずかに外れてボール。第2球、目いっぱい、これは見逃し。3球目、投げた、際どいところ、バッターよく選んでいます。カウントワンツー、5点差、ワンエンドツー。カットボール、見逃してストライク。カウントツーエンドツー。マウンド上、久保。低めストレート、これは外れてボール。
ツーストライクスリーボール。バッターは今日5番に入っている北川。打った、打球は二遊間へ、そして一塁は。8回の裏、この回のバファローズ3人で攻撃を終わっています。いいですね、この回は完璧と言っていいと思いますよ。ここでピッチャー交代のようです。怪我から復活、トータルバランスの高さが魅力、勇気。ど真ん中、初球は見てきました。まずはストライクが一つ、まずはストライクが一つ、5点差。アウトコースへのまっすぐ、これは見ました。ツーナッシング。マウンド上迎えるのは勇気。ジャストミート、ワンバウンドヒット、セカンドに行く、セカンド回ってどうか、三塁はスリーベースヒット。さあこの人のバットに期待がかかります。注目のバッターボックス、小笠原。外れています。まずはボールが一つ。2球目、真ん中低め、見逃してストライク。9回の表、ワンワン。内角への落ちる球、これは逃がした。得点圏にランナーがいます。二岡、続けていい当たり、打球はショートへ、これはアウト。ここでワンアウト。お膳立ては整っています。あとは自分の仕事を果たすだけ。4番イースンヨプ、初球は外してきました。ノーワン。さあ2球目、これは見ました。カウントワンエンドワン。高めストレート、この球には手を出しません。9回の表、ツーワン、5点差。いい当たり、しかし大きく切れていきます。打球はライトへ、入った特大ホームラン。勇気、ストライクゾーンギリギリへ投げ込んだんですが、これがまさかのホームラン。さあ大観衆の声援を浴びながら、ゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。ジャイアンツ、これで勝利をほぼ確実なものにしました。さあバッターボックスにはコリンズ。外の変化球、これは見逃し、ワンストライク。ちょっと点差が離れました両チーム。外角、外れています。カウントワンエンドワン、ワンストライク、ワンボール。7点差。高く上がった打球、打球はレフトへ、ファールボールです。マウンド上今日4番手の勇気。真ん中低め、大きく外れてボール。ツーツー、ランナーはありません。ワンアウト。打った、ショートへのゴロ、これはアウト。さあツーアウトになりました。ツーアウト、ランナーなし。バッターボックスには6番高橋。痛烈の当たり、右中間はどうか、ライトセンター交代、さらにセカンドへ、無理はしません。二塁ストップ、ツーベースヒット。このチャンスにバッターボックス、ゴンザレス、うまく捉えた。レフトはどうか、レフト交代、レフトスタンドに飛び込んだ、ツーランホームラン。ゴンザレス打った打球はレフト方向一直線、素晴らしいライナーでした。大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。ジャイアンツ、これで勝利をほぼ確実なものにしました。
さあ、ツーアウトランナーなし、打席には阿部。今日はヒットを2本放っています。インコース低め、これは見逃し、ストライクを1つ取っています。2球目投げた、痛烈な当たり、シングルヒット。さあ、ランナーを置いて迎えるのは9番矢野、右のバッターボックスに入ります。見逃してストライク、ランナースイン。2球目低めストレート、外れています。ワンストライク、ワンボール。9回の表、カウントワンエンドワン、大きく点差が開いています。これもいい当たり、これで3アウト。9回の表を終了して、この攻撃で大差をつけています、ジャイアンツ。こうなったら仕方がないですよね。考えられることをいろいろやって嫌がらせた方がダメージが残せるんじゃないですかね。9回の裏、大きく点差が開いています。追いかけるバファローズ、この回の攻撃は6番からの打順です。打席に入ります、アレン。見逃してストライク、低め、これも見逃し、バットを振ってきません。アカウント、あと2人、ワンアウトランナーなし、集中力を高めます。7番大西、先ほどの打席内野へのライナーに打ち取られています。これは逃がした、ワンストライク、ノーボール。第2球投げた、外のストレート、この球には手を出しません。ツーストライク、ノーボール。9回の裏、大量得点差、ツーナッシング。バットが出ませんでした、見逃し三振です。ツーアウトになりました、あと1人。打席には8番日高、ストレート外れています。さあ2球目、低め、この球には手を出しません。ワンストライク、ワンボール。大量得点差、カウントワンエンドワン。インコース寄りの落ちる球、この球には手を出しません。もう後がありません。第4球投げた、際どいコース、わずかに外れてボール。バットを構えます、今日8番に入っている日高。当たりは今一つ、レフト余裕を持って構えます。これでゲームセット。京セラドーム大阪からお伝えしてまいりました、バファローズ対ジャイアンツの試合ですが、激しいシーソーゲームの末、ジャイアンツがこの試合を制しました。バファローズ、今日は力の差を見せつけられた格好です。僕はそんなに気にすることはないと思いますね。自分たちの野球をやることだけを考えて、明日以降を望んでほしいと思いますね。勝負事は時の運ですから、もちろんこういうこともあるでしょうし、仕方ないことがたくさんあると思うんですね。うまく割り切って次のゲームに向き合ってほしいですね。グラウンドではヒーローインタビューが行われています。それでは今日の試合のハイライトをご覧いただきましょう。最初にゲームが動いたのは初回でした。ワンアウトという状態で満塁のチャンスで迎えるバッター5番コリンズ、このヒットが先制のタイムリーとなります。まだまだ勢いは止まりません。5回の表、ランナー2人を置いて迎えるバッター4番イッスンよ、このホームランで見事に逆転。さらに続いて6回の表、ランナー2人を置いて迎えるバッター小笠原、見事なホームランで5点差。さらに続いて9回の表、ランナー1人を置いてバッターゴンザレス、相手を突き放す見事なホームラン。
そして迎えた9回の裏、バッターは日高、対する今日3番手の久保。最後はきっちり打ち取ってゲームセット。ジャイアンツ見事勝利を手にしています。そろそろお別れの時間となってしまいました。解説の二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。